かずきの速さへようこそ。本日の2分解説は神田正則さんのあなたの会社が90日でも儲かるです。あなたは一生懸命頑張っているのになかなか利益が出ないなんて悩んでいませんか？結論から言うと、真面目さや頑張りは売上と関係ありません。そもそもビジネスって何なのっていうと、めっちゃシンプルで、ポイントは3つ。1つ、見込み客を費用効果的に集める。2つ、その見込み客を制約して既存客にする。3つ、その既存客に繰り返し買ってもらい固定客にする。これだけです。つまり結局はお客を作るのがビジネスです。その中でも特に大切なのは、まず見込み客をいかに作るか、これに一番の重きを置いてください。集客とは科学なので、この仕組みを理解できれば簡単です。じゃあどうするのっていうと、キーワードは感情です。人の行動には快楽を求めるか苦痛から逃げるかの2つしかありません。コピーライティングなどを活用して、売り込みではなく興味ある人を増やす広告を打ってください。コピーについて詳しくはリンクの動画をご覧ください。そしてそこから見込み客にダイレクトメールなどでアプローチをします。ポイントとしては、1つ目が売り込み集がしないように作る、自分で選択して買うと思わせることが大切です。2つ目がリスクが全くないこと、サンプルを申し込んでも販売員が伺いませんといったような文句があると安心して行動してくれます。3つ目が必要十分な情報を与えるです。長い文章でも必要としてくれてる人はしっかり読みます。誰がこんな文章読むんだと言わず、取引のメリットや商品内容をしっかりと書いたものを送ってください。そして段階的に見込み客から既存客、固定客とするシステムを設計してください。例えばサンプルを取り寄せた方に DM を送り、電話をして、まずは安い商品の購入の検討をしてもらい、徐々に高いものを買ってもらうといった形。情報を与えれば与えるほど興味や関心、購買意欲は高まるので、押し売りではなくアドバイザー的な立場でお客さんを誘導してあげてください。わかりやすい例で言うと、無料サンプルを選んだ後にいきなり数十万の商品は買わないですよね。お客さんならこういう商品があると思いますよと数千円のものから教えてあげると、信頼関係も得られ、より良い購買につながっていきます。今日のことをぜひ試して売り上げを即上げてみてください。以上、かずきの本屋さんでした。